listening to Shibuya Cross FM.皆様こんばんは。毎週水曜日夜10時からトモアケミのミラクルクルクル。そして今夜は MC ミスティとこれナイスお届けです。あとこれはとあまりにもなんか頭上げすぎたら大丈夫今日はすごいテンションでしたけど、皆さんこんばんは。こんばんは。今夜もようこそ。やったね。皆さん今日はほら告知が面白すぎて、うん、皆さん多分あれだったじゃないですか、ハテナみたいな思われてたと思うんですけれども、もうね最初から出ていただいて先に紹介しちゃいたいと思います。いつもお便りありがとうございます。横浜の主婦さんことニャニャダダー、ようこそ。イエーイふぅね、はい、知る人ぞ知るですけど、私の実はマネージャーさんです。はい、いつもお世話になってます。よろしくお願いします。お願いします。ねえ、そうそう、いつもね裏方ということでいらしてましたけれども、うん、やっぱりこうやってね日の目を見るというか、いいじゃないですか。いいですか。いつも入っちゃいなよなんてよく言ってたけど、はいはいはい、ね、いよいよ満を持して、はいはい、はい、ようこそ、はい。私たちすごい仲いいから、うん、土壌でしょ私が、うん、だから柳川鍋ってごぼうと入ってるから、時々土壌とごぼうってやってるのでね、うん、土壌ほら土の中で日の目を見ませんから今日はあの表にがっつり出て、やっていきたいと思います。ニャルちゃんようこそ、はい、よろしくお願いします。お願いします。すごいね、やっぱりなんかちょっとなんかいつもと感じが違うっていうか、いつも3人であの、うん、お食事したりね、そうね、うん、こうちょっと打ち合わせみたいな感じだからそのまんまここに来た感じだね。そうだね、なんかあの、うん、さっきまでの中華料理の延長みたいな感じ。そうだから本当なんとも思わないね。真面目にやります。よろしくお願いします。お願いします。すごい。私思わずストーリーにさ、真面目にちゃんとできるかなって書いちゃった真面目、さあ進めて、はい、じゃあ今日もね、皆さんのお便りと一緒に進めていく、これナイスですが、皆さんのこれナイスは、これナイスなエピソードね、はい、ざっくり切り裂きながら私たちのマンスリーなニュースと一緒にお届けするこれナイスでございます。はい、じゃあせっかくなんで1つ目いきましょうか。いきましょう。やす、もういつもね嬉しいです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あけみさんのインスタが上がり早々にお便りしています。そうなの、今日は本当にさっきね冒頭にあった通りちょっと上げるのが遅かったからね。そう、わざとなんですけどね。そうなんです、前回の番組終わり、ふまねえが次回のゲストはコンプラでてん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 とゲスト紹介をしなかったんですよね誰が来られる、イケメンとか想像してました、笑い。横浜の主婦さんがベールを脱がれる、もうだからですか、今現在も案内のお写真はない見れるラジオだからこそできること、お名前は番組へのお便りで存じ上げているので、これは楽しみですあれみんな楽しみにしてるね、 ね、そしてスペシャルメンバーで iTunes ダンス部門1位ってことは例の例のって感じですよはい、そのメンバーの一人が横浜の主婦さん、クエスチョンマーク今日のこれない数も目が離せませんね。BBA、これね、ちょっとこれもう大好きなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。どこか懐かしさも感じさせるパワフルなダンスナンバー、今の季節にぴったりかと。そしてふまね、真面目に宣伝してくださいよって書いてますよ。はい、承知いたしましたはい、BBA5 で言うとね、うん、皆さん BBA というとあれしか思い浮かべないと思うんですけど、今回皆さんとこの間ラジオに先月また出させていただいたところからレコーディングしまして、はい、うん、BBA にかっこいいエクスプラネーション、うん、要するに英語の意味をつけてきました。最初の B はベタ、ベタ、何より何々よりいい、うん、次 Beat、 ぶっ壊せ、わお、 The Age です、年齢をぶっ壊して年なんてクソくらいで楽しむ5は皆さんほらラッキーな時にハイファイブ、ギミファイブってでしょ、これ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 、あーいいですね。だからいつも自分らしく楽しいことやって常にハイタッチできるような仲間とそういう人生を歩もうということでね、 Better be the age 5ということでね、かっこいいかっこいいはい、もう毎日暑い日が続きますが、しっかり体調管理して久々に縛りのない夏を楽しみましょう、うん、あ、今日も長文でごめんなさい、バイ、ジジイコーって書いてますGGI コーちゃん、ね、GGI
こうなんじゃないですか。TGI5 ありがとうございます。あら素敵です。あとの4人をねぜひね、あの人とかあの人とか毛のないあの人とか入れていただいてね、うん、ぜひ GGI5 形成楽しみにしております。わーね、こんちゃん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、ね、なるほど。やっぱりあれでしょ、この間の例のラベンダー祭り、はい、すん大盛況だったのね。大盛り上がりでした、うん、本当に大盛り上がりだったね。すごい、やっぱ久しぶりのなんかね、あのみんなでもうブチ切れちゃったんだね。もう相当楽しかった。何がっていうと、4年ぶりに音楽ステージをフルサイズの舞台を組んだんです、うんうん、今までは、ラベンダー畑がこう丘の上から下にこう降りてくるんですけど、うん、そこにステージやってこう下から上だったんですけど、うん、今回は皆さんの客席のすぐ横に大きなステージを作っていただいて、うん、そこでカラオケ大会ありのBBN のもちろんライブありの、私もゆっくりリックとしてもライブさせていただいて、梅子ちゃんもね、うん、一緒にゆっくりリックとライブさせていただいたりして、やっぱりあの田舎の畑の中のステージですけど、うん、やっぱりそのステージがあるその上からの景色が、うん、見渡す限り田んぼ畑田んぼ畑山みたいな、そこにラベンダーっていう素敵、嘘みたいっていう感じでした。本当綺麗だから、うん、ね、空の青と、うん、わ、木の緑、お山の緑と、うん、ラベンダーの紫と、うん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 、すごい素晴らしかった、すごいね、ぜひ来年、ね、あのもしかするといつもレギュラーリスナーのヨーコモリピーさんとかラベンダー祭りのお写真送ってくれるかもしれませんね、はいはいはい、あ、かもかも写真はないけど待ってます、慌てちゃうきっと慌ててねやってくれるよとかなってそうです。もうニューニューだからってやってるね、だけど本当になんか豪華なメンバーでしたもんね、うん、いや豪華ですよ、集落の人たちが目パチクリしてましたからびっくりしたでしょ。あのね、いつもはライブであ楽しかったねってなるおじさま方生き生きしてたよね、でもお客さんたちが、あ、そう、うん、でなんかあのゆうこりんさんとかは、はい、デジモンの曲とか歌ってくださったんで、うんうんうん、いつもなんかどこかの世代に合うアーティストさんが交代交代でライブする感が、うん、もう小学生からお年寄りまで一組のユニットで全部網羅するみたいな、うん、ジャズ好きからポップス好きからクラシック好きからロック好きまで一つのバンドで楽しませるバンドってなかなかユニットってないので、うん、ちょっとこの BBA5 私ものすごいすごい可能性を感じています。すごいですね、うん、これちょっと楽しみ、はい、ね、そして、そうです、BBA5 の5のうちの一人がここにも書いてありましたけど、ヨカムシュフさん残念ながらあの次の2曲目の曲で紹介させていただきたいと思いますね。今しばらく皆さん情報の方ね、はい、お待ちくださいませ。楽しみにしてくださいね。なんかでもあのログに入ってるから、うん、ログに入ってるからいつぞや回ってくるかもみたいな不安もあったと思うんですけど、いやセブンぐらいかもしれないですね。ニャニャだけにね、セブンぐらいちっともないです。そうなの、そうなの。でもラジオもさ、うん、ラジオもちっともないから、ほら今日出ちゃったから、そうそうそう、これもしかしたら踊りながら歌うっていうのもありかもしれないよ。どうかな。ある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 、ちょっとまんざらでもない感じがする。どうかなどうかなもうね、きっとみんなが待ってると思うよ、ねえ、うん、どうかな。でも反対に言うと、ほら年とか、うん、あのジャンルとか境界線がないんでね、うん、もう我こそはと思う方たちが集まって、うん、なんかそのうち48を超えたりしたら面白いですよね。あ、じゃあ行く行く、私も行く行く、年齢じゃないですよ、人数ですからねこれもう年齢は等に超えてますからそうなの、等に超えてます、はい、数字の方ね、人数の方で追いかけていきたいと思います。そう、いいですね、いいですね。あのいいね、はい、ね、だっていつまでも 若々しく、うんうんうん、楽しく、はい、うん、もうだってさ、多分私たちの年代って結構元気だよね、うん、元気、うん、でも私ちっちゃい時に80歳のばあちゃんとか結構元気だったから、うん、うちは、うんうん、年を取るとなんかいろんな意味であの壁がなくなってパワフルなんじゃないかってちょっと思ってたりとかしたので。そうだよね、ひなりちゃん笑ってたけど大丈夫。どう、ニャニャチンはちょっとあの体弱いの？うん、弱いのっていうことにしとこっか。うん、すごく弱いの。お腹空いてるとすごく弱いから機嫌が悪いからね顕著に機嫌悪いから、ね、そう、わかりやすい。でもせっかくここまで BBA5 の話しちゃったので、なんかまだこの後に曲を出す予定だったんですけど、せっかくなのでちょっと BBA5 の BBA5 をちょっと聞かせて聞いていただいたりとかしてもいいですかね、皆さん。
聞かせたい。実はね、今回ラベンダー祭りが1日2日あって、うん、3日の夜の約5時間で何もないところから作って、初めてのシングジェイ。シングジェイってね、レゲエスタイルのラップの仕方で音程があるラップ、うん、それからラップを実はゆうこりんがシングジェイを担当してまおり先生がラップを担当するっていう。だからほら私がラップするなんてもう当たり前じゃないですか。ラッパーだしなって言われ今回そうじゃない方々がですね、きゃ、うんうん、もうゆうきさんは相変わらずのかっこいいソウルボイスなので、うん、今日このラジオで曲を聴いていただくためだけに今日だけ公開のミュージックビデオを作ってきましたので、もうね、それもねたった20分ぐらいで作っちゃったんだからシュシュシュッと作らせていただきました。かっこいいのできてます、はい、なんでせっかくなんでね、この辺でじゃあオンエアしたいと思います。はい、じゃあお願い DJ ビビエファはい、ありがとうございます。ま BBA5 の BBA5 でした素晴らしい。今日滑り気味ですね。今日ほらちょっと何ヘアサロン行ったちょっとトリートメントしたからツルツルしちゃった。なるほどなるほど。普段ね年とともにね滑らなくなるでいいことですね。ツルツルしてるって本当ですね。うわかっこよかった。いやおかげさまでございます。すごいね。やっぱりこうメンバーが変わると入ってくるエネルギーとか熱量とかが変わるし、うん、見てきてる世界が違う分、うん、こう歌詞の内容とかもね普段自分で出てこないものが出てきたりとかするので、うん、今回はラップ初挑戦だったまおり先生とか皆さんこうベースを書いてくださったとこからちょっと韻を踏ませてみたりとか、ちょっとコーラス作ってみたりとか私が書いたリリックのとこをあえてゆうこりんに歌ってもらったりとか、なんか面白いことたくさんしました。またなんか皆さんこのハイレベルなクオリティなのでやっぱりこう相乗効果が計り知れないですね、はい、もう私が自分のピッチが甘いこう甘いっていうかブレやすいってことなんですけど甘いからもうドキドキでしたね。もう皆さんの足手まといにならないようにレコーディングしなきゃとか思いながら頑張ってみました。そんななの、ね、なんでゆうきさんとまおり先生はもともとオルタエゴで前出演していただいた時に私がミュージックビデオを作らせていただいたとかってあったのでオルタエゴでもねつながらせていただいたところからいよいよ一緒に音楽するっていうのがもうねなんかちょっと 半分夢みたいで嬉しいんですけど、すごいすごいすごい。実は今回このオルタエゴもねちょっと新ニュースがありまして、またこれも番組のこのご縁つながりでイメージコンサルタントの葵さんが来てくださったの覚えてます？あの可愛い千葉のデジャブさんから、うん、実は彼女のイメージコンサルタントの今回、うん、ブルーマーズ変身企画にオルタエゴさん紹介させていただいて昨日千葉にロケしに行ってきたんです。すごいですすごいですそれで、まだこれ変身企画なので、うん、公には出せないんですけど、うん、変身前のところまで、うん、今日は皆さんに許可をいただきまして、はい、このクロス FM だけ見せちゃうぞって感じで映像持ってきました。ちょっとギリギリの変身前まで変身前までギリギリのところまで。じゃあとはいつ見れるの？あとはこのブルーマーズの方さんの方で今ヨギさんって素晴らしいカメラマンさんがですね、はい、この変身動画をドキュメンタリースタイルで、これから動画になりますので皆さん YouTube チャンネルとかね、うん、で次第私の方も、各種 SNS で紹介させていただきたいと思います。皆さん楽しみにしててください。じゃあたった45秒なんですけどね、はいはい、こんな感じで変身していくよって素晴らしいスタイリストメイクアップアーティストそして映像監督の皆様でご覧ください、はい、This is Bloomers。まだ何も、出演者様には進行とか何も、うん、お話ししてないんだけれどももうちょっとわがままを、うん考えていて、それを実現してもらおうかなと思ってるので見てる人は私はただの、ね、お客さんだから、うんうん、だからそのお客さんただのお客さんなんだけれども、まあ、絶対に楽しいライブになると思うのでまだ予約をしていない方は、はい横浜グラスルーツに、予約をしていただきたいでまたは私に DM をしていただけたらと思うので、うん、一応限定50人になってますので、うん、もう間もなく、50人行きますので、うんすごい、まだ予約してないわっていう方はぜひ予約をよろしくお願いいたします。最高の夜になるのでもうそれぞれ濃すぎるメンバーなんでよろしくお願いします。ありがとうございます。本当今日はありがとうございます。なんかこんな一般人の、ね、オーガナイズの話でちょっと待って一般人じゃ全然ないから
ないですね。あのね、普通の、私普通のとか、私一般のっていう人ほど全然違うから、うん、あの一般人の私のこの、うん、あの本当にささやかな、なんかこの イベントです、まあ、いやいや、呼んでる人はビッグなんですけどね。はい、そうでしょう、ね、普通は呼べないもの。そうですね。そう、でもね、その普通は呼べないっていうところに、うん、まあ、アイレの2人もそうだし、うん、ロウホーもそうだし、深田さんもそうですけれども、うん、もう本当二つ返事で、うん、いいよって言ってくれて、さすがにゃにゃちゃん、いやいや本当に嬉しくて、うんうん、ありがとうございます。もう本当今日はすいません、こんな宣伝をさせてもらって、いえ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 、よろしくお願いします。イエエンジェルナイトです。あ、ちょっと突っ込みたいんですけど、エンジェルナイトのエンジェル企画のどの辺がエンジェルかをちょっと今日は聞きたいなと思って。申し訳ありません、うん、そうなんですよね、よく聞かれます。このエンジェルっていうのはですね、ロウホーが私たち3人のことをロウホーエルズエル、ロウホーギャルズエンジェルズと呼んでいて、ロウホーからエンジェルって呼ばれてるの、うん、あ、なるほど。だからエンジェルにしました、失礼しました。なるほどね。じゃあ私はあの当日デビルで行きたいと思います。やだ、よろしくお願いします。デビルが2人やだっていうかさ、3人のエンジェル出して4人デビルできそうだからね、うん、怖いね。1人 D ソース、あの DJ ソウルティーはなんか中立にいてきてくれそうですよ。天使よ、彼は。そうね、あとのあの2人か。ため息をつかないようにお願いします。まあ皆さんぜひよろしくお願いします。ね、皆さん3月1日横浜グラスルーツです。何時からですか？ね、オープン7時で、うん、ライブは一応8時予定をしていて、うん、11時半までお届けしますので、うわ、すごい、すごい。でグラスルーツも美味しいお酒と、うん、美味しいお食事もたくさんあるので、うん、ぜひお越しいただいたらね、美味しいお酒と、うん、美味しいフード召し上がっていただけたらと思いますので、そちらの方もお楽しみください。でも3時間って普通？まあ一組ね、うん、一組一組やっていて、最後にセッションもやるからセッション長めなんですね。でもセッション得意なみんななんで、来てください、ね、あけみさんも来てください。ライブの時間は8時だっていうことを出演者によくよく言い聞かせておいてください、はい、ライブの開始は8時からです。はい、その辺はですね、うん、今週末ですね、はい、オアシスで、はい、開かれるパーティーからも始まりますので、はい、時間を守る、頑張ります、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでこの辺でお便りをね、せっかくなんで、はいはい、いきたいと思います。はいはい、だっちゃだっちゃ、はいはい、それではね、はいはい、皆さんこんばんは。暑い日が続きますが、夏場と夏場でしてないでしょうか。あ、ちょうど来た、素晴らしい。あ、ちょっとね、待って、この、メールはちょっと後にしよう、はい、なぜならば、ラベンダー祭りの画像が画像来た。イエーイ。そうだから、これはちょっと送って、ね、言ってみるものですね、うん、来ました。じゃあちょっと別のもの、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。いつもお世話になっております梅子です。おー、梅子たん。はい、梅子たんもラベンダーに来ました ね、 ね、 ね、素晴らしかった、うん、はい、にゃにゃさんの登場に自宅で盛り上がっています。梅子、はい、梅子のこれないすーはですね、先日のラベンダー祭りで念願の3年番茶をゲットさせていただいて、暮らしが豊かになったことです、うん、お番茶いただきながら BBA の MV に盛り上がりながら、可愛いお姉さま3人を拝見しております。今日も高い日が続いていますので、皆様ご自愛くださいませ。梅子、ありがとう。はい、ありがとうございます。このあの可愛いお姉さま3人、座布団5枚ぐらいね、用意してお渡ししたいと思います。梅子ちゃん、ありがとう。素晴らしいですね。梅子ナイス。すごいっす、本当に。そしてね、もう一ついきましょうか、はい、これ、あ、はい、皆様こんばんは。こんばんは。毎日暑いですね。夏の気温30度を超える日が数えるほどしかなかった時はいつのことかしら。家中の窓を開け放っている信州の田舎から、今宵のゲスト横浜の主婦さんに出演おめでとう。ありがとうございます、はい、ついについについにですね。どんなお話が聞けるのか楽しみにしています。サマンサ24さんです。ありがとうございます。ありがとう、サマンサ、まあ、素晴らしい。だからみんなが待ってましたのよ。みんなが待てましたのよ、はい、ちょっとあけみさん体調不、今日ちょっとなまってるだけ。私たちがなまってるだから体調不。
ちょっとこれね、はい、演奏して出してねってやりましょうね、はい、承知いたしました。はい、でもいいですね、この見えるラジオなのとこリアルタイムで聞いていただいてることで、うん、あんな写真欲しいなとかって送っていただけるので、本当ね、生放送だ ね、うん、生でしかできない、しかもこのサテライトスタジオで皆さんにビジュアルとともに楽しんでいただけるこの渋谷クロス FM だからこそのね、特別感がもう最高でございます。いいですね。Okay、 はい、はい、今送りました。これをですね、ぜひもうスタッフの皆さんに お願いです、この画像を出してくださいねっていうことでね、はい、じゃちょっとお便りを見ながら画像が来るの待ちましょうか。はいはい、はい、いきます。はい、先日屋外で作業したのですが、帽子やクールスカーフ冷たい飲み物を用意して万全を期したつもりが、黒の T シャツを着ていってしまい汗だくになったモリピーです。おはよう。皆さんお分かりなんですね。お疲れ様。はい、黒より白の方が涼しいのは知っていたのにうっかりでした。うっかり、うっかりなのね、はい、後で調べたところ30度の炎天下では白と黒ではたった5分で表面温度に約20度の差が出るらしい。20度。温度変化の少ない色は白、黄、グレー、赤の順番でした、はい、ところが面白いことに20分以上経ってから測ると白ではなく赤が最も温度が低いのだそうです。そうなの。今日ニャニャちゃん赤だからこれ良かったんじゃない、はい、あららら。熱中症対策として屋外にいるのが短時間なら白か黄色、長時間なら赤の服がいいみたいです、はい、承知いたしました。意外意外、はい、次回外に出るときは服の色も意識しようと思いますと、ここまで書いたらなんとなんと今夜のゲストは横浜の主婦さんとの情報が。リアルでも仲良くさせていただいてますが、表裏のない性格で本当に信頼できる女性ハート、はい、可愛らしくてトークも楽しくて大大大大好きですと愛の告白しちゃいます。長くなりましたがこれからラベンダーの写真送ります。はい、ラベンダーの写真出ました。ピョン、あらー、これ多分ね、ちょうど舞台の上からぐらいよね、これね、うんうんうん、ああそう、まあ、舞台の上から見た景色がこんな感じでしたね。わあね、ほら車椅子乗った方もこう来たりとかね、そうそう、人力っていうのでね、うん、引かせていただいたりして、ね、こんな感じで素晴らしい。おー、たくさん綺麗に咲いてる。綺麗綺麗、こんなとこに私住んでるんですけれども、わー素敵。今回は来てくださったゲストさんとかそのお友達の方とかと、うん、自分の新しく作った魔女カフェっていうセカンドハウスに皆さんに、ね、宿泊していただいたりとかしたので、わーいいね、なんかいろいろこの田舎だからできるポテンシャルをものすごい感じられる素敵なね3日間だったんですね。前乗りで皆さん来てくださったりね、してたのでね、うんうん、ねー、あ、お、すごい綺麗でしょう。すごいね、しかもこれちょっとこの写真は曇りですけど降水確率 90% なんですけど、お祭りが終わるまで雨止めてるんですね、うん、なのでちょっとグレーですいません。さすがでございます。いや、でもこの緑はすごい綺麗だね。綺麗だよね。ライスフィールド の田んぼ美しいですね。すごい。これね、画像なのになんとなくこのサラサラサラって動いてる風に見えちゃう。わかるわかる。あのね、年取ってくるとね、何よ、何それちょっと、失礼いたしました。年取ってくると揺れて見えるの。揺れて見えるんだって。動画に見えるんだって。本当、発光画面を見てると、うん、目がついていけなくて焦点を絞るのに力を入れると震えるんだって。やだ、本当 の、 自然で遠望視してください。そうすると目の筋肉が戻って揺れなくなりますから。ちょっと いい風な話になるかと思ったら、すいません、すいません、今私多分リスナーのなんか 99% ぐらい敵に回した感じだ。大丈夫、すいません。ちょっと私からいいですか。何ですか。なんかこの、何さんでしたっけこちら。ヨーコモリピーさん。ヨーコモリピーさんですね。ヨーコモリピーさんはこう毎回毎回こう送ってくださるじゃないですか、はい、はい、お便り、うん、で今日もそうだけど、うん、すっごいいろんなこと調べて送ってくる。なんかすごい、まあ、彼女らしいなって思うことと、うん、なんかありがたいよね。ありがたい、本当にありがたい。なんか、うん、すごく多分楽しみにしてくれててね、うん、この放送を毎回、うんうん、だから例えばそうやってゲストが誰なんだろうとか、うん、なんとかなのかな、今週はあるのかなとかっていうこと、うんうん、まあ来るわけですよ連絡が、はい、なるほどなるほど。確認がね。そうだからすっごく多分、うん、もう本当楽しみにしてくれてるし、やっぱり私よりも
クマとのお付き合いすごく長いので、はい、何よりももう支えてもらってきてる人なので、うんうんうん、本当にそういう長野のチーム の, あの方たちたくさんいるんだけど、うんうん、まあ、毎回毎回さっきのサマンサもそうだけどありがたいなって思ってます。これからもよろしくお願いします。私も私ができないことをよろしくお願いします。この場を借りていやだけど本当にみんなにね支えられてますね。本当に自分のね非力さを昔は悔しかったって思ったりとかね、うん、自分の弱さダメだなって思ったけど最近その自分の弱いとことかできないところがあったおかげでこんなに素敵な方々のコミュニティに入れていただけて、うん、そのコミュニティがまた次の隣のコミュニティとつながっていって、うん、この世界が本当に愛のもとにつながっていくっていうのを経験できたっていうことをね確信した時に人って弱くてそれで本当に素敵だなっていうふうに思ったところから、うん、私相当自然体に自分の人生生きようかなって思えたんでもう本当に皆様に感謝です。まだもうきっとね、うん、フマがやっぱりしてることとかっていうところがやっぱりまたみんなでつながっていく、うんうん、そういうところが もちろんまずあるわけだから、うん、まあ、これからも頑張って、はい、フマがしてること知らない人のために言っときますけど、はい、1日3ご飯3おやつです、うん、よろしくお願いします。そうですね、毎日健やかにいただいております。美味しいもの健やかにねすくすく育ってるから ね本当これからも頑張りましょう。絶賛増量中なんでキャンペーン中です。よろしくお願いします、ね、でもさ美味しいものがあるところって、うん、いい人もすごい集まってこない。あでも本当そうなの、うん、だから私たちは、うん、なんか日々美味しいものをいただくときはやっぱりね幸せを感じてね、うん、なんかそれこれ食べちゃったらどうとかとかっていうことは考えないで、うん、ね、楽しく幸せに今日もいただきました、はい、ありがとうございました、はいね、じゃあ今日もラベンダーの写真を送ってくださった横森ピーさんにはですね、はい、今日お昼食べてきたローブションで買ってきたバゲットの端の方の5センチぐらいね明日郵送していただけたらと思います。端っこでいいですか。端っこの5センチぐらいをお楽しみに。お裾分けをね幸せのやだよね。いきなりなんかポストにさ3日後ぐらいにバゲットの端5センチだけさそれもこの長いバゲットの袋こう折り曲げたやつとかできたらすごい嫌じゃない。カラッカラできてんね。喜ぶと思うよ。本当食べたかったって送ってみようかな、うんうん、きっとねまた写真が送られてくるかもしれない、ね、こんなのが送られてきました。そうですバゲットの端の5センチとはそうです、そうです。それをバターで食べて蜂蜜で食べてジャムで食べてとかしそうだよね森ピーね。いやもう本当いつもお便りありがとうございます。本当にありがとうございます。もう素敵。でもみんなもねきっとあれ今日は歌があるのかなとかね、うん、きっといろいろ心配してるかななんて思ったりとかして今日はねもうね世の中が暑苦しいので、うん、暑苦しくなくちょっとバラードでねすっきりと、あー、いいな、はい、まさに今話したようなことなんですけど Never been a waste って言って人生に紆余曲折ありますけれども、うん、何一つ無駄なことなかったなって今すごい感じています。なんで今日は Never been waste っていうね、今度8月1日に出演するアイレの2人で作った曲をお聴きください。
ありがとうございます。 Never Been a Waste という曲をお届けいたしました。イエーイ、ちょっと涼しい感じでしょ。もうなんかもうまったりしてもう素敵素敵。いいことをしてみましょうか、はい、外出たら暑いですよ。強烈なさ熱でさ、うん、夜になって昔持ったアスファルトって冷えてたじゃん。そう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 もうね、なんかほら誰も打ち水とかしないじゃん最近、うん、しない。そう思ったら昔の人って本当天才よね。そうね、今なんか私京都の出身で、京都の人って夕刻ぐらいになって日が落ち出して冷え始めると、うん、そこを歩く道を歩く人のために打ち水する。もちろん自分の家が涼しいためにもなんだけど、自分の家よりもっと向こうのところまで人が歩くところとかがね涼しくなるように打ち水をするっていう、こうおもてなしですね、うん、表に見えない努力を人のためにできるっていう文化の中で育ったんで、うんうん、打ち水しようよ。しようよ。イエーイ。ね、みんなですればいいんだよね。もね、あ、ちょっとちょっと今ピョンって入ってきましたわ、はいはいはい、お便りありがとう、はい、皆さんこんばんは。こんばんは、ゆうこりんです。ゆうこりん、ピーやったー、ピーえい。今夜もふまたんの素晴らしい歌が聴けて幸せ。いや嬉しい、ビビエ最高。出会いからレコーディングも奇跡の時間でした。野平ラベンダー祭りの皆さんも素晴らしい方々で、美しい景色と美味しいご馳走に囲まれてパワーをたくさんいただきました。またあけみさんに会いに番組をお伺いしたいです。嬉しいです。暑い毎日ですが皆様お元気で夏を楽しみましょうね。ということでゆうこりんさんありがとうございます。あのお願いがあって、うん、BBA5 で実はちゃんと私撮影している、ね、ミュージックビデオを作ろうと思ってるんですよ、うん、できた際にはちょっとぜひ全員ゲストで切って切って切ってここで BBA ライブさせてください。きょーい、きょ、きょー。あ、もう絶対絶対絶対。わあすごいな。よろしくよろしく。なんかすごいちょっと贅沢な回にまたなるね。ね、まあ全員歌うまいからね。ねえ、うん、え、そしたら踊りながら歌うの？私が踊るとでも大ボイとか言って。そうよそうよ。でも私あのやっぱり今回思ったのは、うん、はい、私も身振り手振りとかするけど、あ、割とアイレとかノリと相乗とかって体をこうまっすぐに置いて、うんうんうん、手振りだけで歌うっていうのがあるんですけど、うん、BBA 一緒にライブするとやっぱ気がついたら歩いてるし、うん、気がついたら腰を下げても超ラッパーみたいな感じで歌ってるし、うん、なんかねすごいいいバイブレーションを皆さんからいただいて、私も私の中で今までなかったチャンネルがこう開いてる感じなんでね、うん、頑張っていきたいなと思います。で、全然違うよね、同じ曲をやってるんだけど。そうだね、うん、そう。だから全然そのさっきも言ってたけど、うん、ジャンルの違う方たちが集まって、うん、フマもそれを、ね、うん、仲間に入れてもらってやっているから、いつもと違う、うんうん、あの MC ミスティが見れるんじゃないかなって。いいね、いいね、うん。ノリもちょっと違うし、うんうん、また違った一面を皆様に見ていただけるんじゃないかと思っております。よろしくお願いします。楽しみです。でこの間ラベンダー祭りの時に、はい、あの私のミスなんですけどね、あの、うん、トラックのあの DJ さんにかけてもらうトラックの URL をね、うん、ちゃんと送れてなかったので、あの曲が始まる2分ぐらい前に、うん、トラックがかからないって言われて、うん、アカペラで歌わせていただいたんですけど、なんかアカペラ今まではその自分一人でライブやるとしたらね、うん、なんか曲を飛ばそうとか思ったんですけど、うん、思ったりとかする方なんですけど、もっと違う曲でまた展開を考えて作っていけばと思ったんですけど、うん、今回は全部の曲がありきでみんなでステージを作ってるので、うん、この曲抜いてはならぬと思ってね、その場であの土壇場でアカペラで歌わせていただいたんですけど、かっこいい。なんかその時にね一人じゃない感で、うん、わーってこう自分の中でみんながこの後来るんだよっていう感じを思ったら、なんか人生で一番アカペラ楽しい回になったんだよね。へーすごーい、うん、やっぱアカペラってやっぱり難しいじゃないですか、うんうん、しかもあの難しい世界で一番君が好きあるじゃないですか、平井堅のあれをアカペラでやっちゃったですよ、はい、かっこいい。でも聞きたかった。本当にすいません、うん、でもできますから、ね、本当すいません。できる子なんでっていつも言ってくれるのに、ね、うんうんうん、だから私は逆にそれ見てて、うん、もちろんあすごい、あなんかあったのかな、すごいなとかって思ったけれど、うん、うん、普通、うん、できますやるねえ、うん、
でもね、アーティストにとってこういう人が大事なんですよね。ポテンシャルを分かってて、うんうん、なんかあのすごいすごいじゃなくて、うん、できて当たり前だよねって言ってる、うん、このところがあるので、そこを超えて、うん、このニャニャが楽しんでくれてるってことは相当みんなに感動がこう伝えられてるのに違いないみたいな、私の中ですごい大きなこのボーダーラインになっていて、うんうんうん、でいろんな音楽も全部ジャンル聴いてるからね、ニャニャね、うん、アイレもノリットも、ね、うん、MC ミシティも、うん、そのジャズのオフマも全部聴いてくれてる人だからこそ、うん、いろんなライブのピークを知ってる彼女が今回またこの次のピークに一緒にこう5合目6合目って上がっていくっていうのを見てくれているっていうのがね、相当自分の中で力になっているところまで、いつもありがとうございます、ね、すごいこうバロメーターでね、もうそれで良し悪しがすぐ分かっちゃうだってちゃんとおっしゃるもんね。そう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 、あダメだったなとか言われるからでもあの皆さんが ないけどあのその歌ではないけどね、うんうん、それ以外の そこでは相当ありますけどお前あれダメだなっていうのは そこはありますけど、あのそこがそれはねニャニャのとかじゃなくて、私が本当にそこが悪いことした時にそうやって怒られるんだけど、うんうん、でもあのそれ以外の時は皆さんが褒めてくださっても、そうなんです、うちの先生できるんですって言ってくれるのをニャニャが言うと、う、ね、決してなんか、うん、あよかったとは言わないので、うん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 、そう、私ねそういうあのちょっと辛口で言いますけど、そういうタイプ の、うん、あのいろんなマネージャーさんを拝見してきて、あの私はそうでない人がいいと思ったんで、ニャニャちゃんにぜひ私がグラミー取っていくときにそばで一緒にあの言うんでほしいなと思ったんで、やっぱそこだったりとかするんで、うん、まあでもさ、持ち上げることは絶対にしない、うん、先生やってくださいみたいな感じにはならないからただなんか私、まあ、今日せっかくだから、うん、あのちょっと一つ言いたいことがあって、はい、ぜひ。でもまあまあ、そんな大したことをしてあげてはいないんだけれども、なんかやっぱり一番、好きで、うん、一番ファンで一番のファンで、うん、いてそばにいろいろいていろいろやってあげたりとかお世話したりとかっていうことは何の苦にもなってないんだけれども、うん、やっぱりなんか一番のファンで私は絶対にいようって思ってて、もちろん皆さんもね、うん、長い間の関係とか言って、うん、もうたくさんファンの方がいらっしゃるし、その方たちにはもちろん感謝をしてるんです。で特に長野の皆さんに、私は本当に私が後から行って仲間に入れてもらったので、うん、常に大事にしてる人たちなのね、長野の人たちって、うん、だけど、まあ、今回そうやって私が、まあ、近くでいろいろなことを、一緒にやっていくっていうことで、うん、まあ、とにかくそう今日せっかくだからちょっと言わせてもらおうと思ったのは、うん、もう一番ファン一番のファンですっていうことを、うん、でだからこそ厳しいことももちろんガンガン、うん、あきみさんも知ってると思うけど、はいはい、ガンガン言ってるし、うん、ただそれはもうミスティの目標に私も絶対に一緒に行くっていうのは常にあって、うんうん、だからなんかなんていうのかな、応援をするというかっていうふうに思ってるから、うん、まあこれからもぜひよろしくお願いします。泣いちゃったこれはねどうしてもちょっと言いたかったの、せっかく出るから。ありがとうございます、うん、なんか大好きだからやってあげられる、うん、もう何でもそう、うんうん、そこがだから一番の。そうだよね、うん、そうじゃなかったらこんなにいろいろねできないんじゃないかなって、ね、土壌とごぼうなんてね土壌とごぼうコンビだからね、何しろ一応それだけ言っておきたかったありがとうございます。お時間すいませんいいえ、これはね、いやすごいエンディングになりましたね、今日の番組もね、あのふーちゃん頑張っていきますね、これからも何卒よろしくお願いします、ね、厳しくいくよ、はい、うんうん、カモン誰だよって言ってもらうの楽しみにしてますねえ、だからなんかこ今回これね、うん、この回はなんか次のステップへのなんかこう一歩を踏み出す、うん、そんな感じがしますね。まあ、ちょうど7月25日がほら時のない日で、また太陽暦もね、はい、あの元旦の日に今度私はズームで参加になりますけれども、うん、またちょっと面白い回をあの長野から放送しようと思ってますので、ね、皆さん楽しみにしててください。なんでもう新年前に、はい、にゃにゃちゃんをゲストに迎えて、今日は8月1日の宣伝ありがとうございました。よかった、ありがとう、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。お邪魔いたしました。また来るね、うん、また来てね、またみんなも楽しみにしていてね皆さんもありがとうございました。はい、じゃあまた来週ですよ。はい、じゃあみんなまたね、またんごー、じゃあねー、バイバイ。